カシオトーン CT-201 カシオトーンはカシオ計算機が1980年から製造・販売している電子楽器のブランドである。カシオトーン第1号は1980年1月に発売された CT-201。玩具を別にすれば唯一楽器専業メーカー以外で製造されている電子キーボードで他社製品と遜色ない性能でありながら安い。 価格設定が特徴である。また、鍵盤が光るメロディガイド機能を用意したのは、カシオトーンが初めてである。初期製品のノウハウは1984年から発売された、プロユース向けのシンセサイザーである、CZ シリーズ、VZ シリーズなどに活かされたが、わずか数年でシンセサイザー開発、販売から撤退し、それ以降は、一般家庭。 初心者向きの製品に絞り込むこととなった。2012年に XW シリーズを持ってシンセサイザー市場に再参入したが、現在は生産終了している。初代モデル以降、カシオトーンという名称は公式に用いられなくなり、カシオの電子キーボード全体を指す通称として一部で使われていたが、2020年1月に楽器事業40周年を迎えるにあたり、 新たな電子キーボード市場を創造するべく、2019年の CTS2000 と LK-312 の発売に合わせ、カシオトーンとして名称が復活した。初期のものはデジタル合成で Hz-600 から継承した SD 音源も存在したが、1988年の CT-640 より PCM 方式のサンプリング音源に移行。 最初期には本体にもパルスコードモジュレーションと書かれていた。廉価版機種では現在まで PCM 音源と呼ばれているのに対し、上位機種になると CD 音源やスーパー CD 音源と独自の故障がつく。その後、上位機種の音源は1機種のみに終わった、戦音源、同社の電子ピアノ、セルビアーノに採用された A 音源、ズッピー音源や、 HL 音源と次々に改良が加えられていった。現在では生楽器の音色の表現をメインに HL 音源を改良し最大同時発音数を向上させたある音源と連歌版の PCM 音源に二分されている。GM 対応になったのは c t k 七百五十、c t k 六百五十が最初であるがこの2機種は音色配列のみの対応のため GM マークが ついていない。過去の上位機種では、スーパー CD サウンドコンポーザーや、イクササウンドキーボードと、音源方式にちなんだシリーズ名が付けられていたことも、あったが、それ以下の機種では、特にシリーズ名はなく、自動伴奏を搭載する機種では、カシオトーンで統一されていた。また、SD 音源を搭載し、音色を加工して、本体内もしくは、ラムパックに保存できた HT シリーズも過去に、 存在した。鍵盤が光るレッスン支援機能、光ナビゲーションの登場前には、ピッカピカトーンという鍵盤の奥に個別に配置された赤と緑の LED で音の長さ、音階の2つのモードでメロディガイドを行う初心者向けの機種も存在しており、本体内蔵曲だけでなく、別売のロームパックを本体にセットすることにより、様々な曲を演奏できた。 型番については、標準サイズの61件以下の鍵盤を持つ機種には、CT、73件以上の機種には、WK が頭につく。ミニサイズ以下の鍵盤を持つ機種には、MT と付けられていた。その他廉価版では、SA、CA、MA となっていたが、CA シリーズは現在では、CTK 型番に統一されている。 2019年に復活したカシオトーンブランドは、光ナビゲーションキーボード、ベーシックキーボード、ミニキーボードを包括するが、ハイグレードキーボードのみ、CTX としてカシオトーンとは別扱いになっている。現在の製品ラインアップは以下の通り。日本スタイルハット、手軽に持ち運べる軽量、コンパクトサイズの電子キーボード、カシオ計算機、 2019年10月5日閲覧。基本的にすべて PCM 音源であるが、価格帯によって、音質や最大同時発音数が違う。電化版でも音質は向上しているが、最大同時発音数を少なくしているなどのュー運は、されている。当初は、マジカルライト。その後、キーライティングシステムを経て、現在の名称となる。この機能は後に、ヤマハが、 自社のポータブルキーボードに採用していたことがあった。73件は WK-1200 のみ。LK という形式は、かつてカシオトーンのうち低価格帯の機種に競速本やビデオなどを付属して製造・販売されていたものにも命名されていた。ありがとうございます。